今回は日本の救助隊の話題から。四方を海で囲まれ、川や湖などの水源に恵まれる日本は、水辺の事故も起きやすいため、水難事故や災害に特化した活動のできる高い技術力を持つ水難救助隊を様々な組織に配置しています。所属している組織は幅広く、大きく分けて消防、警察、海上保安庁や自衛隊の4つの組織に分かれています。中でも主に火災現場に出動することが多い消防局のレスキュー隊ですが、原則として5人からなる救助隊が消防署に1隊ずつ置かれており、水難救助隊はこの救助隊の1形態となっています。消防局は全国消防救助技術大会を昭和47年から毎年実施しており、この大会は救助技術の高度化に必要な基本的要素を訓練することを通じて、救助活動に不可欠な体力、精神力や技術力を養うとともに、全国の消防救助隊員が競い合い学ぶことを通じて、他の模範となる消防救助隊員を育成することを目的として開催されています。大会で行う訓練は陸上の部と水上の部に分かれており、それぞれの部に隊員一人一人が基本的な技能を練磨する基礎訓練と、隊員個人の技能とともに隊員間の連携を練磨する連帯訓練、さらに出場隊員の創意工夫のもと、想定から救助方法までを披露する技術訓練があります。水上の部には基本泳法や連帯で行う人命救助など8つの種目があり、今回ご紹介する映像では溺者救助、複合検索、そして溺者搬送の3種目が取り上げられています。その内容はそれぞれ以下のようになります。溺者救助とは、要救助者を含む3人1組で救助者と補助者の2人が協力して俯瞰にロープを決着後、補助者が俯瞰をプール内に投下して、救助者が20メートル先の要救助者の位置まで俯瞰を搬送し、これに要救助者を捕まらせ、補助者がロープを手繰り寄せて救助する訓練です。複合検索とは、マスク、スノーケル、フィンを着装し、スノーケリングで障害物を突破しながら水中に沈められたリングを検索して引き上げる水中の行方不明者の捜索を想定した訓練です。溺者搬送とは、要救助者を含む2人1組で、救助者が順下飛び込みで受水後、要救助者、溺者を注視しながら近づき、チンプールで確保した後、ヘアーキャリーにより救助する訓練です。この日本が誇る隊員たちの迅速かつパワフルな動作が海外で反響を呼んでいるようです。それぞれの国で活躍、また過去に活躍していた救助隊、ライフガードの人々からも称賛の声が寄せられていました。その一部をご覧ください。素晴らしい、規律が尋常じゃない、あの人たちからは仕事に対する愛情を感じる、本当に感動したよ、素晴らしい映像ありがとう。皆さん、超人的って言っていいくらいの能力ですね。日本がまた勝手にハードルを上げたか。やっぱりプロと呼ばれる人間はこうじゃなきゃな。ライフガードの一人として俺も挑戦してみたい。ライフガードだった時の情熱が蘇ってくる。素晴らしいと思う。だけど僕の時代は髪をつかむ技術は教わってなかったな。日本人は俺が今まで見たことない技術を使ってる。メイドインジャパンだから間違いないさ。これが日本人を愛する理由だ。彼らは安全に対する意識が本当に高い。それから仕事への献身性や規律も見事だ。これをオリンピックの正式種目にすればいいのに。私の国にもああいう人たちがいれば安心なのに。紹介してくれてありがとう。俺も訓練をする上で刺激をもらったよ。自分の国にもライフガードの大会があるけど、日本の参加者たちは激しさが全然違う。日本人の仕事に対する献身性は特別なものがある。そして人の命を救うことは最高の仕事だと思う。俺の国の救助チームにぜひこの映像を見てほしい。美しい。日本人はクールだね。僕たちのチームも再来年あたりに参加したい。
日本人のプロ意識は本当に驚異的。それはあらゆる分野で言えることだからね。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。